どうもこんにちは、羽鳥です。皆さんの生活アンケートの結果を見させていただきました。不安な人も結構多いんですね。ですけど一人で、勉強で分かんないこととかあって不安だと思いますけど、そうやって一人で、分からないことに立ち向かう力ってのはすごく大事ですね。日本人集団では力出せますけど、一人では、ね、効果立ってないっていう部分もあると思うんですけど、やっぱそういう一人で苦しみをこうに立ち向かったり困難に立ち向かうっていうことは挑戦において大事ですし、試験場においては、誰しも最後は一人なんで、そういった意味ではその、皆さんの助けはできる限り自分はしたいと思いますけど、そうやって一人で、ね、悩み苦しんで勉強にチャレンジしてるってことは絶対無駄にならないし、個人を強くしますので、そういった苦しい時間に向き合う、ね、辛い時間に向き合うことも、無駄にしないでください。なので学校再開までの時間にね、しっかり努力を続けられるようにお願いします。はい、じゃあリーディングフォーカス3に入っていきます。1文目、 The custom associated with giving gifts、 これが就職句になってまして、customs、 The customs を就職しています。で、贈り物をすることに関する慣習はっていう意味になります。で、vary、異なるっていうことですね。で、どのように異なるか、from country to country、国によって異なるってことになります。はい。で、このレッスンのポイントとして、1個目がこの、接続詞ですね。あとはカンマ、ウィッチになってきますんで、接続詞1個見ていきましょう。この weather っていうのは名詞節で、weather っていうのは副詞節で、A であろうとなかろうとってことになります。副詞節です。で、whether you are a tourist, a student, or a business person ってことで、whether A or B で、A であろうと B であろうとってことで、になります。なので、これであなたが観光客、学生、または実業家のいずれかであろうとってことになりますね。で、この次、この it っていうのは注意以下を指しているね、it for to 構文の for がないものですね。It is important to know the gift-giving custom of the country you are visiting. ということで、この of the country っていうのを、you are visiting、 あなたが訪れている国のっていうに就職していて、それがで贈り物の、習慣を知ることはってことになります。で、それが important、 重要ですよってことになります。で、この後に、一般論、結論っていうのが来た後に、例示、for example、例が出てきますね。で、although、これも大事です。何々だがってことですね。情報の文章です。although flowers are appreciated as gifts throughout the world。これで、世界中で、花は贈り物としてありがたがられるがってことになって、in Austria and Germany、オーストラリアやドイツではっていうことで、ね、具体的な話ができます。で、この国ではどうかっていうと、It is considered bad luck to receive an even number of flowers ってことで、この it っていうのはまた to 以下を指すね。さっきとこの関係と一緒の、形式詞語の it ですね。何することはか。奇数の花を受け取ることは、is considered bad luck ね。considered 考えられている。bad luck。縁起が悪いと考えられているってことになります。いいですか。で、次、これ、if っていうのは、いるならって、もしですね。if you were in Hong Kong、 あなたが香港にいるんであれば、you should avoid、giving clocks、ね。avoid って ving で何々することを避けるべきだってことになります。何を避けるべきだってことになるかっていうと、時計をあげるってことね。で、ここ、カンマフィッチです。で、カンマフィッチってのはどういうのかっていうと、前の内容っていうのを緩く説明してあげてることです。だから訳す順番としては、このままあなたは時計を上げるのを避けるべきだ。です。で、それはっていうような形で加えると。後から就職する。緩い非制限予報なんで、緩く説明してあげてる言葉なんで、フィッチはそれはぐらいにしといて、シンボライズ、象徴している、です、しようってことになります。で、and scissors or knives。そして、ハサミや、そして、ハサミや、ね、ナイフはってことでね、送ることは、これはカンマフィッチですね。それらはってことで、まだ緩く、説明します。indicate、ほのめかす、暗示するです。
the end of a relationship 関係の終わりを意味するってことになります。で、in Japan 日本ではってことになって、 you can impress your host by paying attention to the Japanese rules for gift giving ってことで、日本でも同様にね、贈り物のルールを知ってると相手に好印象を与えることができます。で、このコロンっていうのは何かっていうと、つまりってことです。ね。つまり、日本での習慣はどういうかというと、命令文です。Always wrap the food。常に贈り物を包装することと。で、これ一般論、but がすごく大事で、but 以下の内容っていうのが特に重要です。but not in white paper。白い紙に進んじゃいけませんよ。すいません。スマホを落としてしまったんで、またここからやります。Always wrap the gift. 常に贈り物を包装することと。But, ここからが重要です。Not. これは Don't wrap を示していると思ってください。Don't wrap it を示していると思ってください。In white paper. 白い紙に包んではいけないと。ね。白い紙っていうのが重要ですね。その後、as. この as っていうのは because と一緒です。ので。As white symbolizes this. ね。白い紙に包んではいけないと。というのも、白は死を意味するからだということで。で、in addition というのは前の情報に、プラスの情報を与える。で、死っていう情報に対して in addition ときたら、あ、もう私死のこと言うんだなっていうには、ね、論理構造で思ってください。で、never give four of anything ということで、どんなものも絶対に4つは送ってはいけないと。で、この since っていうのも同じくこっちの as と一緒で、理由を指します。Since the Japanese word for number four sounds like the word for death. ということで、since のでですね、日本語の、4を示す日本語っていうのは、sounds 聞こえると。で、死を表す言葉のように聞こえるっていうね、4が死ですよね。なので、そうなります。英語っていうのはこういうように構文を繰り返すってことが出てきますね。で、ここ見てください。in addition 以降。これね、not in white paper as they symbolize this っていうのと、in addition の後 never give of four many things ってことで、命令文がこう、繰り返していると。同じく理由の as が繰り返しているなんていうような、こう、同じ構文を繰り返す構文反復っていうのが行われます。これはレベルが上がってもそうなんで、同じような方が繰り返されて、英語ってのはどんどん同じような文系の方を繰り返して盛り上げていくようなことがあるので、そういったことがある構文反復って言葉を覚えておいてください。その次、No matter where in the world you are。これ複式ですよね。たとえどこに、No matter where つんで、wherever と一緒で、たとえどこに何々でもって意味になります。で、これで世界のどこにいようともってことになります。で、次、You will feel more comfortable。ね。より安全に安心に思えるだろうと。If もし、何をすればですね。You take the time 時間をかければ何をするのに時間をかけるかというと、to learn some of the local gift giving custom ということで、いくらかの現地の贈り物の習慣を学ぶことに時間をかければっていう意味になります。はい。途中スマホ落としてすみませんでした。このようにね、まあ、何が起こるかわからないですけど、しっかり、勉強を続けてください。それでは、See you soon! Goodbye!